アルゴリズムとデータ構造一ポツ演習の5回目の部分になります。今日はね、条件分岐っていうところをね見ていきます。計算機の動作を条件に応じて変えます。条件分岐の数がね増えれば増えるほど複雑な処理を行うプログラムになり、すなわち賢そうなプログラムになっていきます。で、賢そうっていう意味ではね、人工知能の世界でもね、この条件分岐、これは後でも出てきますがね、もし何々ならば何々っていうので、if then っていう書き方をね、よくします。で、if then ルールっていうふうにね、それを呼ばれます。で、その設定が大変重要でね、その時の条件値や行動を場面に応じて、いかに自動的に生成調整するか、みたいなことがね、人工知能世界の研究課題として今、いろいろ行われています。で、第5世代の、ね、人工知能なんかもね、エキスパートシステムなんて言われましたけども、この if then ルールをね、頑張っていっぱい用意したら、計算機上に知能が実現できるんじゃないかという考えでね、行われました。で、イメージとしてはね、雑誌の、裏とかね、真ん中ら辺にあると思いますが、フローチャート、イエス・ノーで進んでいくようなやつありますよね。あなたは何々が好きですか？イエス・ノー。じゃああなたは何々ですか、イエスノーみたいに進んでって最後にね、じゃああなたは何々ですというようなありますけども、あれをもっとね複雑にしたようなものと思ってもらったら結構です。で、例えばね、お医者さんなんかね、患者さんに対してね、あなたは熱ありますか、はい、いつからありますか、昨日の夜からです、何度ですか、38度ですとかいうふうな形で、行ってってね、最後結論を出す形になります。今のねコロナウイルスの発熱なんかもね、そんな感じで、それはコロナかもしれませんね、いや違いますね、風邪ですねとかいうのがね出てきたりするわけです。ですね、この if then ルールを極めたらね、知能ができるんじゃないかと思って研究されてたんですけども、実際作ってみるとね、そううまくいかなかったんですね。お医者さんもね、そんな単純な仕事じゃないんですね。イエスノーって答えてる患者さんのその答えそのものだけじゃなくてね、それまでのタイミングとかね、雰囲気なんかも察して、イエスって言ってるけど実際はどうなのかなみたいなとこも考えたりねするんですね。単純なとこだとね、あなたはいじめに遭ってますかって言われて、あっさりはいなんて言う人がいるかというとね、いなかったりしますよね。はいって答えれない状況があったりしますけども、その時にね、ノーって答えるにしてもね、即答するかちょっと考えてからノーって答えるかなんかの場合でね、あれもしかしてって考える部分があったりするわけです。そういうところをね、お医者さんはしっかり見てるみたいですね。で、単なる if then ルールじゃダメだったねっていうのでね、ポシャってしまったというところがあります。はい。そういうのをね、今日やってもらって、プログラムがね、賢い動きをするっていうところをね、見ていってもらえたらなと思います。で、もう一個、今日のポイントでね、コメントっていうところも見ていきます。で、コメントの使い方なんですけどね、 C の場合は、プログラムに影響を与えない分をねコメントとして記入することができます。で、記述の仕方はね2通りあります。スラッシュスラッシュって書くとね、そこから後ろが全部コメントの扱いになる、1行で完結するという書き方と、複数行にわたってコメント書く場合はね、スラッシュアスタリスクで始めてアスタリスクスラッシュで終わるっていう風な形で、範囲をね指定する書き方ですね。そういう2種類があります。じゃあね、EX4-1 ですね、サンプルがあります。include standard io.h int main カッコカッコで、スラッシュスラッシュ、これコメントになります。1行だけでコメントを書く場合ですね。で、次の行またスラッシュスラッシュでね始めてますね、ここもコメントになります。ここに何を書いてもコンパイルは無視します。このスラッシュスラッシュから後ろですね、行末までを、無視するという形になってます。ですね、ここはね、日本語をそのまま置いても問題ありません。コンパイラーはもうここ無視してくれますので、変なコードがあるななんてことも考えずにね、切り捨ててくれます。で、例えばこんな感じでね、int a って書いたときにね、スラッシュスラッシュで変数 a を宣言しますっていうふうにコメント書くとね、ここで何やってるかが読めるように、ね、なってきます。できれば本当はこの変数 a って何かななんていうことをね、書いてやると、プログラムのね、可読性が高まります。で、複数行のコメント書くときはね、こんな感じでスラッシュアスタリスクで始めて終わり、アスタリスクスラッシュで終わると、この間がね、コメントとして扱われます。複数行のコメントを書く場合はこのように書きますと。コメント終わりの記号が出てくるまで、何を書いてもプログラムに影響を与えませんという形になります。
これもね、ソースのね、最初なんかによく書くんですけどね、このプログラムは何をするプログラムですかなんていうのはね、こういうコメントで、表すということが多いです。ね、複数人でね、プログラム書くときなんかね、もうそういうルールを決めておくんですね。ここにそういう、何を入力としてどんな作業をして何を出力するかを書きましょうとかね、著作権情報を書きましょうとかね、そんなんが決まってます。で、複数人でやるときも当然なんですけども、一人でプログラム書くときもね、コメントって重要だったりします。 2,3 ヶ月経ってからね、自分のプログラム見るとね、もはや何やってたか忘れてしまうんですね。もう他人のプログラムになっちゃうと。他人のプログラム読むときはね、コメント書いてるとすごい読みやすいです。だから自分のプログラムでもね、ぜひこういうコメントを書くようにね、してください。これがね、書けないとね、そういう他人のプログラム読むとね、ああこの人そういうこと考えずにプログラム書いてるんだなって感じになるので、プログラムのね、信用性が落ちちゃいます。逆に丁寧にね、全部ちゃんとコメント、しかもそういうね、一般的なルールに従ったコメント書いてくれるソース見ると、あこの人ちゃんとそういう型にはまった書き方してくれるな、信用できるプログラムだなというふうにね、思えてくるわけです。こんなところでもね、そういう差が出てくる。もちろんプログラムの実行そのものにはね、何の差も出ないんですけども、そういう信頼性の差にもね、つながるとこだったりします。はい。で、プリント F でハローワールドでリターンゼロ、これ結局やってるのはね、宣言して画面にも文字表示してね、終わりってだけなんですけども、こういうコメントを入れることによって、プログラムの可読性を高める、読みやすくするというものになります。で、複数行にわたるコメントですけども、入れ子にすることはできません。どういうことか、こんな感じです。次のコメントは期待したコメントになりません。スラッシュアスタリスクで初めてね、コメントを入れ子に書くことはできません。またもう一丁コメントのね、スタートがあって、終わりがある。で、こっちにも終わりがある。普通に考えるとね、内側でなんかここにコメントが1個あって、外側にももう一丁コメントがあるよというふうに読みたくなるんですけども、C 言語のコンパイラー、まあ、これもコンパイラーによりますが、一般的なコンパイラーは、スラッシュアスタリスクが出てきたら後ろは全部コメントだよと思います。で、アスタリスクスラッシュが出てくるまでずっとコメントとして見ちゃいます。ここもだからコメントになるんですね。で、アスタリスクスラッシュが出てきたら、よっしゃ、コメント終わったぞと。なんじゃこりゃと。その続きにね、日本語があるじゃん。これコンパイルできないじゃん。変なコードあるじゃんと。いうふうにね、扱われてしまいます。ですのでね、こういう入れ子使えないということを気をつけてください。で、プログラムはね、動作手順を書くものですので、何をしようとしているのかっていうのをね、一目で読み解くのはすごい難しいです。そこでね、このコメントを利用して、次のコードはこういうことをしようとしているよというのをね、言葉で残しておくと、すごい読みやすいプログラムに、ね、なります。で、他人のプログラム読むときにもね、適切なコメントが入っている操作はとても読みやすいです。可読性が良いと言います。で、コメントが一つもないプログラムはね、ソースを読んで理解しろっていう大変わがままなプログラムになっちゃうんですね。読みにくいです。で、たとえね、自分の書いたプログラムでもね、 2,3 ヶ月するとね、その時の考え忘れてしまって、他人のプログラムと同等になっちゃいます。ですのでね、適切なコメントを入れるという、この癖をね、しっかりつけるようにしてください。で、コメントの別の利用方法をね、紹介します。プログラムの動作がおかしいよと、まあ、おかしいというのはね、自分の期待しているのと違う動作しちゃったよという時です。どこでおかしくなっているのかを探さなきゃいけません。で、頭から順番にね、ここまではちゃんと動いてるな、ここからおかしいんじゃないかなというのを見つけていくわけなんですけども、コードをね、一部削って、あ、ここまではちゃんと動いてるというのを見つけていかなければね、ならないわけです。で、その時にね、コードを実際削除しちゃうんじゃなくて、コメント文を使ってね、コンパイラーからは削除しちゃう。ソース上には残すんですけどね、コンパイルの対象にしないという形で、このコードを順々に削るということがね、できます。で、それやっていくとね、怪しいところがだんだん見えてきますので、問題箇所、簡単に見つけることができます。こういうね、デバッグの方法ですね、そこにコメントを使うというのをね、紹介しておきます。ただここでね、気をつけなきゃいけないのは、削るときにね、この複数行にわたるコメント、これ使ってね、一気にまとめて削ろうとしたときに、
中にすでにもうこのね複数行コメントが入っちゃってると、さっきここで言ったみたいに、正しく解釈できなくなっちゃいますのでね、そこは気をつけてね、その時だけ1行コメントに置き換えるとかね、うまく工夫する、まあ、もしくはもうそのコメントのところはもうすでにねコメントアウトされてるのでね、触らない、その手前で一旦コメント閉じてまた終わったとこから始めるとかね、そういう感じで対応する必要性があります。はい、ではね、課題4の1ですけども、さっきの複数行のコメントですね、そこにこの入れ子コメントですね、もう一丁、範囲指定のコメントをね加えてみてコンパイルしてみてください。そうするとね、後半のコメントはね、普通のコメント外のものとしてね扱われちゃうはずです。それをね確認してください。でそうするとね、コンパイラーは多分コンパイルできないはずです。エラーが出るはずですね。その時にどのようなエラーが出たかを報告してください。課題4の1としてね最後提出するのはそこだけで結構です。でこのねエラーメッセージよく見といてください。今後ね皆さんコンパイルした時にねそれが出てきたらね、あコメントもしかして入れ子になっちゃってんじゃないだろうかというねヒントになってきます。 ここではね決してコメントが入れ子になってますよなんてエラー出してくれません。ここの日本語をねプログラムとして読もうとするので、そんな命令ありませんとかね、文字コードおかしいですよとか、なんかそんな感じのエラーになってくるはずですので、直接的にねコメントが原因とはわからないんですね。ですね、このエラーメッセージ見慣れておくと、あここだここだというのをね探るのにすごい便利になりますので、そういう意味でねここを見ておいてください。はい、これがねコメントの使い方です。